ラムペルトハイムはドイツ連邦共和国ヘッセン州ベルクシュトラセン群に属し、ラムペルトハイムはヘッセン州南部オーバーライン地交帯のビーデン山と自然保護地域に位置し、バーデンビュルテンベルク州及びラインナントプファルツ州と境を接する。この都市の地域は広いが、オーデンバルトやプファルツの森に囲まれている。ラムペルトハイムはヘッセン州の最も南に位置する市の一つで、 ビュールット、ロルシュ、フィールンハイム、マンハイムと境を接する。ラムペルトハイムに属する区には、ホーフハイム区、ヒュッテンフェルト区、ノイシュロス区、ローゼンガルテン区がある。初めて文献に記録された832年から、この町はラングバードンハイムあるいはラングバードハイムと表記されており、かつてはランボバルド族が創設したと信じられていた。しかし現在では、 フランク人が創設した村で光り輝く土地を意味するハイムでロンバースが語源ではないかという仮説も提唱されている。1716年に市場開催権1651年8月4日に都市権を獲得している。ルカ教会の教会堂ラムペルトハイムには以下の教会組織がある。ラムペルトハイム私立博物館、旧家を利用したガイド付き博物館、 ラムペルトハイム音楽学校には児童合唱団がある。音楽学校では、例えばバイオリン、ピアノ、フルート、トランペットなど様々な楽器を学ぶことができる。この学校には歌唱の講座もあり、読唱家3から4人のグループレッスンか選ぶことができる。レンホーフヒュッテンフェルト区で特筆すべきは、1853年にロトシルト男爵が建造した。 レンホーフ1906年から7年に建てられた学校である。レンホーフ1953年からリトアニアギムナジウムとして利用されている。ドイツ最大の短波放送施設の一つであるラジオフリーヨーロッパラムペルトハイムには高さ125メートルまでの多くの短波放送の放送塔が建っている。ラムペルトハイムの近郊にはアメリカ軍のラジオフリーヨーロッパの短波放送の 放送施設がある。アメリカ軍は、隣のマンハイムザントホーフェンクに、空軍防衛施設のコールマン兵舎を有している。このほかラムペルトハイムの森の射撃練習場で、アメリカ軍が演習を行っている。ラムペルトハイムには4つの上級学校、ギムナジウムのレッシングギムナジウムラムペルトハイム、2008年4月4日に、開校したギフテッドのためのホッホベガプテンフェルデルング。 本家庭、実家学校のアルフレート・デルプ・シューレ、特殊学校のビーデン・ザント・シューレがある。また、ベルク・シュトラ・セグンリスの職業学校もある。ありがとうございます。